はい、皆さんこんにちは、ガムシロと申します。ということでね、今回やっていくゲームがアウトラストですね。ですね、このゲーム、他の配信者のやつで見たこともあるんですけども、自分でもちょっとやってみたいなと思ってちょっとやってみることにしました。はい、じゃあ新しくゲームスタートしていきたいと思います。スタートで、難易度がですね、ノーマルでいきたいと思います。僕のスキルじゃ、ハードとか悪夢とかクレイジーはちょっと無理だと思うので、ノーマルでいきたいと思います。じゃあスタートで。アウトラストには暴力、殺人、性的な描写や乱暴な言葉が含まれております。お楽しみください。あなたは事件記者のマイルズアップ者としてこの世の地獄を徹底的に体験するという野心を抱いています。他のジャーナリストがあえて調査しない事件にもリスクを冒して常に食いつき、マウントマシップ精神病院の心臓部にある闇に包まれた、秘密を暴こうとしています。生きる限り生き延びてあらゆる記事を記録しましょう。あなたは兵士ではありません。恐ろしいマウントマシップを進み、真実を暴くにはただ走って隠れるだけです。さもないと死あるのみです。死あるのみですね。死あるのみ、まあ、頑張って死なないように。さあ始まった。ちなみにですね、僕の、PC のなんだスキルじゃないな、何でしたっけ、まあちょっと僕の PC のあれが悪いので 720p でしかちょっと撮影できてません。すいません。まあ一応 60fps では多分撮影できてると思うので、ちょっと画像が荒いかもしれませんけども、そこはちょっとご了承ください。すいません。じゃあ、着きましたね。お、ファイル。差し出しに。違う。2013年9月17日、件名、情報、マーク精神医療システムズの違法行為。あなたは私のことを知りません。手短に伝える必要があります。監視されているかもしれないからです。2週間にわたって、マウントマシップ精神病院で、マーコフ精神医療システムズの施設のウェア、ソフトウェアを調査しました。たった今、あらゆる機密保持契約を破っていることになります。冗談抜きで奴らはやっつけなければ。恐ろしいことがそこでは起こっているのです。理解できない。自分が見たのが真実なのか半信半疑です。医師たちは山の中で待ち受けているものを見つけて、ドリームセラピーに深入りしすぎたと話していました。人々を痛めつけて、マーコフ社は金を稼いでいたのです。その真実を暴露すべきです。ということで、暴露するためにこの病院に、足を踏み入れるということですかね。ああ、そうですね。このカメラでどんどん撮影していきたいと思います。あ、ちなみにですね、プレステ4のコントローラーで今、撮影を行ってます。はい、あ、これが、内部告発さっきのやつですね。あ、待って、あー閉められた、間違えた、こうか、カメラはこうだ。でこれがあれか、ナイトビジョンか。あれ入れない。ああ、入れた。よし。自分の車を最後に撮影しとこう。
ジープかな、赤のジープかな。よし、じゃあ行きましょう。特に意味はないですけど、これ×ボタンで出てますけど、三角ボタンですね。あ、四角だったなんで嘘ついた今。この場所を見るだけで具合が悪くなる。1971年スキャンダルの中で政府によって秘密裏に閉鎖されたマウントマシップ精神病院は2009年に慈善組織と偽ってマーコフ精神医療システムズによって再開された。携帯電話の受信状況は完全に遮断され、電波がよくなくなったというよりも妨害されたようだ。マーコフ社には慈善活動として収益を偽装している長期間の記録がある。ただアメリカだけに限った話ではない。この場所から出られると考えていたということなのだとしても重要なことだ。最後はろくでなしを倒すという伝説になるかもしれない。何言ってんのこの人。あ、電気ついた。うわー、人いるよ。まあ当たり前だけど人いるの。うわー、首が曲がってますね。なんか特殊部隊なみたいな、あの車がマーコフ精神病院。開かない。はい、ということでここまでは、動作確認でやってます。ここから先は一切やってません。こっから本当のゲームスタートですね。こっから先本当にわからないです。ここか、違う、ん、ここじゃないのか。特に噴水が出てるわけじゃないな。あ、はしごがある。あー、ここを上がって、ん、あ、ここから上がるのか。違うな。ん？あ、こうか。違う。よし。あ、こうか。ここだ。うわ、これ怖いな。うわー、こっからか。いよいよ入りますよ。大丈夫？うわー、ちょっともう。安心。いや、ここ精神病院でしょ？なんでこのなんか幽霊的なことが起きるの？あそこが扉か。こっちは特に何もない。何もない。見えない。何もないのか。もう、なんでテレビついた今。もう怖い
もう帰りたい。もうやだ。無理やり通り抜けるには隙間に向かって進みます。あ、こっちか、こういうことか。なんかありますか。あ、電池がある。こうやって電池を取っていくと、何ですかね、この暗視システムじゃねえな、このなんかあ、ナイトビジョンか。ナイトビジョンを長く使えるみたいですね。はい。右上に、3ってなってますね。10個中の3個今、手に入れてる感じですかね。おー、もう、突然開けないで。あ、ファイルですね。マーコフ、精神医療システムズ。ウォルライダー計画。コロラル州、マウントマシップ。症例174。患者のイニシャル。YWPH。ビリー。ビリーくんかな？ビリーくん？ビリーくんじゃないな。あ、19歳だからビリーくんだ。診察日が2012年の10月14日。で、初診が2009年ですね。4月12日。で、男性、カール・ハウストン医師が、主治医か。自発的な、なんて読むんだろう。自発的な名なんとか無状態へ進行したと訴える。前例のない、規模の、形態形成エンジン活動。なんだ。形態形成エンジン活動を確認。引き続き、ホルモンスケジュールはステージ4。ホルモンスケジュール、診断、なんだ。性肺活量測、肺活量測定により、気管支への蓄積はなし。ヘマトクリット遠心器による、赤血球は、分離は再び失敗。非常に気がかり。MRI により、ロンレム周期の不規則性を認める。ロンレム状態時に楽しめそうな表情。楽しそうな表情を浮かべた。自分の母親がマーコフ社と精神病院に対して起こしている訴訟の状況についてビリーに尋ねてきた。トレガー医師の血の殺人鬼、あ、違う、殺人夢で真実が分かったとビリーは訴えているが、これは決定的なセキュリティ違反である。会社の記録にはトレガのみ、リチャード・トレガが、MRD の責任者である。の、用務係やセキュリティ担当者全員に質疑応答を行い、生体解析を行えるように、防犯カメラを改良する必要がある。マーコフ精神医療システムズ、ウォールライダー計画、コロラド州。難しいこと書いてあるな。なんだ、要はウォールライダー計画っていうのがあって、それにビリー君が、なんか関わってんのかな？これこっちいいかな。おお！誰かいるのか？ああ、よかった。ああ、もう開いたらどうしようかと思ったけど。うわ、違う。何ですか、これは。なんか、でっかい陰謀虫みたいな。なんだ、これ、蝶か。ああ、そこだな。
っちは何もない。意外じゃない。なんか言ってたのに、お前じゃないみたいな。あ、人がいる。うん。ここはいけない。こっちも行けない。ああ、もう、くそ、なんなんだよ。解除されるはずだ。で、解除できるはずだ。そして君をこの恐ろしい場所からとっとと出ていかなければならない。うわ、もうすげえな。全部首か。ちょっと待って、なんかおる。なんかおる。なんかいたな。え？これ大丈夫？もう主人公もビビってるじゃない。あ、こっち行けるの。おう、わあ、すごいな。あ、意外と電池なくなってもいい。ああ、やっぱ暗くなるのか。多少見えるな。本当にちょっとだな、見えるのは。バッテリーを再補充する。あ、うるさいうるさい。リロードしとくか。開かない。何もないのか。何？うわ、ちょっと待って。And who are you then? ところで、お前は誰だ？お前は誰だって、お前が誰だ？勝手に人のカメラいじんなよ。人を送ってくれた。
誰ですか？なんか変な格好してたけど。新しい目標、精神病院から逃げましょう。いや、逃げたいよ。開かないの？開かないらしいね。これどっち？これまっすぐ行くの？こっちは行けないらしい。あ、なんかある。私は中にいる。あちこちに死体が。血も、燃えた後も、バーのボトルのように頭が並べ、あ、さっきのやつか。マークフスの科学者たちの死体が天井から下がってる。バッジはマークフス社の先進科学、マークフス社の先進研究システムと書かれている。マークフス社の長期にわたる金儲けの表向きには慈善活動により利益を上げたはずだ。第三世界での莫大な資金だのはクソくらいだ。マーコフはどうして気が狂った人たちをたくさん建物で金儲けしようなんて考えたんだろうか。串に刺さった豚のように貼り付けられた戦略的な警官がいるぞ。これどういう意味だろう。串に刺さった豚のように貼り付けられた戦略的な警官がいるぞ。戦略的な警官って何？ちょいちょい日本語おかしいなこれ。出る方法を教えてくれ。出ないと死んでしまう。自分が来た道がそのままだったらラッキーだ。そのままなわけないだろう。十分な、これ読まなきゃいけないかね。差し押さえ令状。これ毎回読むのきついな。完全なアクセスを与え、その代理人表示べき。まあまあ、ここら辺は、まあちょっと読まないです。すいません。今回は読まないようにしよう。あんまり。短い文章だけちょっとずつ読んでいこうかな。電池が欲しいんです。電池か、そのなんか、ファイルが欲しいんです。何もないのか。あ、ごめん、めちゃめちゃ踏んでたのね。こういうところにバッテリーとかありそう。ないね。こっちは、あ、ファイル。あ、患者、イニシャル、ウォーカー。32歳男性、ルドルフ・オニニッケ医師。約 200ppm で頭打ちになった。ホルモンスケジュールはステージ1を超えると危険。面談メモ、ウォーカーは自傷行為を行ったため、高速化で面談を受けた。彼の巨体に適応するため、拘束具を改造しなければならなかった。何これ。おでこの皮膚が剥がれてきて、ちゃんと前が見えないと訴えており、幼い頃にいた兜と、幼い頃に見たカシムトカゲのような、頭頂眼があるようだ。何言ってんのこれ。アフガニスタンにいた頃受けた心の傷が EA プロセスに進行を遅らせている。アフガニスタン？もう、書いてあることがいちいち怖い。
人がいる。え、ちょっと待って、生きてる。ちょっと待って、これさ、回り道できないの？こっちは行けない。これじゃ待って、これ後回しにし、こっちは後回しにします。ちょっと待ってください。すいません、続けます。こっちは、こっちは行けないの？ん？何？おお、え？お、人が出てきた。なんかこの人だけボコボコにされてんな。なんで？えらい恨まれようやけど。特に何もなし。うわ。特に何もないのか。いや、違う。もうすでに叩きのめされている。頭からガラスの破片を取ってるんだが、肋骨が何本か折れている。何者かにチーズおろし器の頭で削、チーズおろし器で頭を削られたように、ような奇形の巨人に殺されたところだった。殺されるところだった。あ、さっきのやつか。壁に投げ飛ばされて失神した。気づくと手作りの神父の服を、あ、あれ神父なんだ。神父の服を着た酒臭い変質者のような顔をした寝とぼけた老人が俺を使徒と呼んでいた。私が頼んだ仕事じゃない。あちこちに血が書かれた文字があって、神父がその文字を書いてそれを俺のためだというのなら胸こそが悪い。ん？あの神父が書いてんの、この文字。わあ、もうすげえな。電池がある。ああ、え、閉められた。え、これ大丈夫？ちょ待って、誰か出てきた時のために。もう今んとこ襲われてないもん。よし、カードキーが必要。ここさっき誰かいたよね。あ、開く。ん？いや、意味ないな。あ、ファイルがあるぞ。オールライダー計画現場操作。詳細の報告は下げず置いておき、マーコフ社の一部を監視し、マーコフ社の一部にて今すぐ措置を講じる必要がありません。ウォルダリア計画の潜在的な利益はまだ相当あります。はあ。4名の死亡者、アイマネデータが十分ありと、訴訟を無効にすることができます。あんまりいいこと書いてないのか。はい。すごい死に方。
他電池は？電池とかない？なさそうやね。ここは開けられるのか？開けられない。ふっ。我々これを選ばれなかった。金を払わなきゃいけない。え？ウォーカーに殺される。病気なんて単なる言い訳だ。ウォーカー？さっきあの被験者って言ってたやつかな。ウォーカー。ていうかカードキーが必要って、カードキーどこにあるの？ああ。あいつか、さっきの車椅子野郎のところにいるんじゃないの？あいつ持ってそう。ちょっと動いとるのかな。持ってる？ちょっと動かないね。なんだ、なんかしてくるわけじゃないの？おい、なんかしてくるわけじゃないの？ちょっとピクピクはしないで。なんだこいつ、何もしてこないのかよ。なんだよおい、ピクピクしてんじゃねえよ。何にもしてこないくせに。何もない。あっ、危ねえ。何してんの？何にも映ってないけど。壊れた人たちが群がって死の番組を見ている。彼らは患者のようだ。ここで何が起ころうとも生き延びてきたが、誰一人として家に帰れなかった。ちょっと日本語がよくわからない。何見てんの？そんな楽しい？血しぶきが舞ってるけど。ちょっと邪魔はしないでおこう。あれ？うわ。うわ、この人の頭どうなってんの？すげえ、なんか傷がすごいな。何してんだよこの人たち。あれ、特に意味ないのか。あ、ここだ。セキュリティカード、これで開けるのか。よし、じゃあ戻りましょうか。あ、ちょっと待って、はい、ごめんね、ごめんね。何もしてこないね。もう何もしてくんない。ああ、ちょっとおい、なんだ、追い出せ、お願いだ、一生信じる。何言ってんだこいつ。おい、離れろ。びっくりした、もう。もう触るな。ああ、もうびっくりした。何言ってんだ。頼むよ。
かった、もう。よし。違う。カチャ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 、早くしてくれ。あ、え、何してんの。おー、電源落とされた。え、どうしたどうした。ロッカーに隠れてください。戦ってはいけません。ロッカーに隠れてください。ロッカー、あ、何？ああ、え、あ、さっきのやつ。うわ、隣開けた。え、大丈夫これ。うわ、怖っ。ちょっと待って、行ったな、行ったのか、出ていいのかな、出るか、いや、なんか近くにいる。声めっちゃ近かったけど、あれ、どっか行った、やめに行こう。あれあれ違う、あ、こっちか。電気消えてるか分からない。あれ、どこだ。どこ行けんだ。こっち。あ、開いてる。こっか。入る。催眠実験の、催眠実験と研究、1954年2月10日。ようやく、前夜の後睡眠、後睡眠か。指を立てると眠るが行われた。催眠か。後催眠ね。前夜の後催眠が行われた。さらに暗示をかけると、ミス・ジャクソンとミス・ピアスは深い、催眠状態に陥りました。その後も何も自由を使ってどんな方法も構わないから、ミス・ジャクソンを起こすようにミス・ピアスに指示を出して、事前に一応ピストルの恐ろしさを上手に起こすのを失敗するとミス・ピアスは近くにあったピストルを手に取り、ミス・ジャクソン、え、発砲した。起こすの失敗した場合、迷うことなくジャクソンを殺すくらい激高しても構わないとピアスに、指示を出しておきました。ピアスはジャクソンに向けて銃を発砲し、深い眠りに入るという暗示を文字通り実行しました。適切な暗示を行われた後、2人は目を覚ますと一連の出来事を全く記憶してないと話していますが、ミス・ピアスは手に取ったりオペレーターから受け取ることを拒否したピストルを再び握りました。先に説明した一連の出来事を彼女は断固として否定しました。どういうことだ。ちょっと待ってくださいね。否定しました。なんで水がこんなにあんの。電池がある。
電池ゲット。痛めつけてやるからな、死ぬのは怖くない。なんで、え、痛めつけてやる。2つのガスボンベとメインブレーカー、何メインブレーカー、ここ上がるのか。あ、電池がある。オッケー、オッケー。二つのなんかって言ってた。こっちにもある。え、ちょっと待って、なんか来てる、なんか来てる、やばいやばい、ちょっと待って、やばい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 、ここ大丈夫か、こんなとこ隠れてるけど、これ隠れてるうちに入る。やばい、人来てる。やばい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 。リロードして。お、やばい。猫はそこにいなかった。何言ってんの？猫はそこにいなかった。うわ、なんかいるな。ちょっと待って。やばい、見つかったけど、ちょっと何してるの。やばい、ちょっと待って、やばい、ダーク、大丈夫かこれで。やばい、全然見えない。入ってくるかな。入ってきそう。大丈夫か。電池ゲット。電池はゲットしたけどさ、オッケー。ここに電池があったよね。こんなドロドロの電池いらないけど、そうも言ってられないか。こっちか。違う。こっちは。何もないのか。やばい。ギリギリまで使え。電池がある。オッケー、切れた。じゃあバッテリーをリロード。電池すげえかっこいい入れ方するけど。なんかあるの？やばい。大丈夫。
大丈夫やね。やばいやばいやばい。ちょっと待ってちょっと待って。やばい。ちょっと待って。目の前いる。怖い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 。ちょっと待って。覗いてる。別のゴースト。下潜れたのか。よし。早く行け早く行け。逆だった。ちょっと待って。オッケー。やばい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 。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って。ダメ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 。待って。どこ、ここどこ。ちょっと待って。やばい。そこに猫いなかった。あぶねー。もうやだ。サクサク進んでんじゃない。でもあ、で、これでさっきのとこ行けばいいのか。あの、でかいやつもういないのか。え、どうした。え、うそ。 I'm sorry, my son. I'm sorry. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. みんなこんなことしたくなかった。 Not yet. でも逃げることはできない。 There's so much yet for you. いや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 、逃がしてくれよ。誰だ。あ、マーティンか。 Can you? マーティン神父だったっけ、この人。うわぁ、やば。なんだよあの神父よ。一旦じゃあここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。じゃあ失礼します。さようなら。